下がんない。早い。こんばんは皆さん。あ、危ね。回数をソパーカー落としちゃった。こんにちは皆さん。あ、違う、こんばんはですね。こんばんは。日向坂464期生の清水理央です。よろしくお願いします。ありがとう、頑張ってください。ありがとうございます。今日は、ショールームリレー配信、なんだろう、2週目ということで、今日まで、あのメンバー4期生のメンバーみんな、あの配信してきたと思うんですけど、今日3月11日は清水理央の番です。皆さんこんばんは。今日はね、あの前回のショールームでちょっと、あの私はしゃぎすぎてしまって いました。はしゃぎすぎちゃったので、ちょっと今回はあの緊張あんまりしてない、2回目だから緊張してないんですけど、あのちょっとトーンを落としてやりたいなと思います。よろしくお願いします。あ、高校卒業おめでとうございます。ってコメントしてくださってる方がいる、ありがとうございます。そうなんです、高校を卒業いたしました。寂しいなって、あの昨日かな、昨日、私の4期生のリレーブログが上がりまして、そこで、高校卒業のお話をたくさん、結構長く書いちゃったんですけど、お話しさせていただいているので、もしまだ、もし違う、皆さん見てくださったら嬉しいです。さっき緊張してないって言ったけど緊張してます。今日はね、話すことをね、あのたくさん書いてきたので、それを見ながらお話ししたいと思います。まず最初に、先日行われた4期生おもてなし会ありがとうございました。結構時間が空いちゃったんですけど、あの自分の声で、あの皆さんにありがとうございましたってお伝えしたくて言いました。ありがとうございました。おもてなし会はもう本当に楽しかったというか、なんかいろんなことを初めて経験させていただいた場でもあって、なんかすごく楽しかったです。でもなんか失敗もたくさんあって、その今日はなんかおもてなし会のエピソードトークとかたくさん話せたらいいなって思います。イエーイ。そう、書いてきました。1日目のね、1日目の、 あのエピソードトーク1ね、1日目 の、 あのダンストラック、結構激しめのダンストラックがあったんですけど、そのダンストラックでなんか全員あの舞台の中心を見る、横並びで舞台の中心を見るみたいな、あのダンスの構成があって、なんかそこであの隣だった小西奈々美、ナナピョンと、あのなんか1日目の本番ですごいバシッて目が合っちゃって、すごいなんか真剣な表情でやらなきゃいけないダンストラックだったんですけど、すごい笑っちゃいました。本当になんかみんな真剣な顔でやってるのに、私たち2人笑っちゃダメだと思ったんですけど、その後の MC とかでもなんか目あったよねってなっちゃいました。そう、 MC といえば、私は1日目と2日目全体の MC をさせていただきました、いただいたんですけど、もう自分で全然納得できる MC ができない、なんかね、皆さんすごく褒めてくださっている方 もいらっしゃるんですけど、なんかその自分では全然納得できる MC ができたかなって言われれば、まあちょっとできなかったかなって思うので、あのこれからたくさん勉強していきたいなっていうふうに思います。なのでなんか今まで日向坂46
のラジオしか聞いてこなかったんですけど、なんか最近はいろいろな方の、あのオールナイトニッポンさん、さんなのかな、なんかオールナイトニッポン、なんか小西があの好きでラジオが、なのであのたくさん教えてもらって聞いてます。なんかそういうなんかお話、なんかラジオってお話だけじゃないですか、なあの視覚がないじゃないですか、聴覚だけであのお話がメインなので、なんかそういうところでたくさん勉強できたらなと思って聞いてます。そうです、なんかあの先輩が、なそうなんです、先輩方ともっと話したいんですけど、私が本当に人見知りすぎて、なんかあまなんかね、あのみんなあの先輩方にお話ししに行くときに、私はなんて話しかけたらいいか分からなくて、なんか話しかけられないので、その私話術を磨いてたくさん先輩方とお話ししたいなって思います。なんか急に先輩方と話したいの話になっちゃった。そう、なんだっけ、そのおもてなし会のエピソードトークだ。1日目ね、あそう、私は1日目2日目と、自己紹介の時に縁白線を歌わせていただきました。あの前回のショールームで、あの縁の白線、あの好きな曲、好きな曲だったっけな、好きな曲の質問があった時に、あのすぐにパッて頭で思い浮かんだんですけど、あーダメだ、おもてなし会で歌うからって思って言えなくて、なんか微妙な間ができてしまって、すいま、あのすいませんっていうか、あのなんかな、なんかいろいろ考察なんだろう、あのさせて、あの しまったかなと思って、あの反省しました。あの時パーって普通に言えばよかったって思いました。緊張してるんだ、喋れないです。そう、そうネタバレしちゃダメだって思って、でもなんかあのずっとライブで歌いたい曲、歌いたいなって思っていた曲だったんですけど、まさか先輩方と一緒に歌う前にあの一人で歌うと思わなくて、ちょっと緊張しました。しかもアカペラだったんです、音源もなくて、だからもう声が震えて、あの自己紹介のなんか上がる前、舞台に上がる前とか、なんかもう絶対できないできないできないって言ってました。でもあのなんかちょっと緊張したんですけど、あのよかったなって思います。うん、皆さんどうでしたか、おもてなし会。コールしたよって、ありがとうございます、すごい嬉しい。そう、あの緊張して、あの声が震えてビブラートかかってたかなって思いました。嬉しい、皆さんもてなし会良かったよって言ってくださってる、嬉しいです、ありがとうございます、ありがとう。嬉しい。今日はね、今日はね、前回もいたポカもいますよ。笑ってる、いい。かわいい。ポカは私好きです。ポカ好きです。エピソードトークの続きします。おもてなし会のエピソードトーク2日目のお話です。ああそう、あの私、マーチング、チャレンジ企画でマーチングドラム、私たちはマーチングドラムと、もう一つのグループが、なんだっけ、あの違うバトンじゃなくて、なんかジャグリングみたいな、ごめんなさい、あの何でしたっけ、思い出せない、カラーガードだ、カラーガードです、カラーガードをあのやらせていただいて、私はマーチングドラムだったんですけど、あのマーチング2日目の時に、あのマーチングドラムのバチをこうやって、あのこうやって投げてキャッチする振りがあったんですけど、え
なんかミラーボール、ミラーボールもなんかパカ置いたらミラーボールもありましたこれなんなあのかわいいそのバチをこうやってあの投げる振りがあったんですけど、そこの時になんか落としてしまいました。一人だけなのかな、バチを落としてしまいました。本当にちょっと悲しかった、あの悔しかったんですけど、なんか顔に出さないように気をつけてたんですけど、後であの端から見てたメンバーからすごい悔しそうだったねって言われましたえ、顔に出さないように気をつけてたのにバレてました悔しい。だって練習ではなんかその本番の直前はもう100発100中ぐらいでできてたのに、ちょっとあのちょっと失敗してしまいましたでも楽しかったです、チャレンジ企画ありがとうございます、みんな嬉しい。そう、あと2日目のあの青春の間、私はあの青春の間で1日2日目センターやらせていただいたんですけど、本当に嬉しくて、青春の間なんか、うん、合宿4期生の加入前の合宿の時に青春の間が課題曲で、ずっとみんなでたくさん練習していた曲だったので、やっぱりあの踊ってる最中にあの泣いてることがすごくいて、もう私もそれを見て泣きそうだったんですけど、でも私はもう最後なんだろう、私はその青春の馬を踊って見てくださっている方にあのなんだろうのことを応援したいっていう気持ちで踊っていて、ずっとずっとっていうか1日目も2日目も、なのであの私は泣かないって思うなんか私は最後まで笑顔で踊りたいって思って頑張りましたけど、あの2日目ほのちゃんがあの岸ほのです、岸ほのがあのもう青春の夢が始まった途端ぐらいに泣いてて、なんか 2番の前の感想にちょっとフリーのところが、フリーがフリーのところ、なんかダジャレみたいになっちゃった違います、フリーがフリーのところがあって、その時にあのみんなでね練習の時にあの目合わせようよっていう風に言ってたんです。そう、目合わせようねっていう風に言ってて、それでなんかその時に目を合わせようと思って後ろを振り向いたら一番にあの騎士が泣いてるのが目に入って、なんかあ泣いてるって思ってそう泣いてるって思ってちょっとあの笑っちゃいましたなんかもう序盤で泣くと思わなくて、なんか誰かが、でもねほのちゃんならね泣くかなって思ってたから、やっぱ泣いてるっていう思ってあのちょっと面白かったんですけど、でもその後のスピーチ、あのジョイフルラブの前のみんなのスピーチで、あのすごいみんなのなんか持ってることとか気持ちとかすごい私も伝わってきて、あのみんなの話してることで泣きましたそう、私喋るときは泣きたくないと思ってたんですけど、みんなが話してることを聞いてすごい泣いちゃいました、うん、やばかったですよね。もうそうおもてなし会楽しかったです。でもなんかあのおもてなし会で改めて4期生が結構固まなんだろう団結できたっていう風に思っていて、なんか楽しかった良かったなって思いました。あエンジン良かった。あーそう、2日目のアンコールの前にエンジンをステージの上でやらさせていただいて、すごくね感動というか、なんかそのはるはるがエンジンやろうって言い出したんですけど、そのエンジンの掛け声、はるはるがやりなって思ってたんですけど、あの私にすごい
あの やってみたいな言ってくれて、なんかいいのかなって思ったけど、すごいみんなあの言ってくれたので、私が掛け声やらせていただいたんですけど、すごいなんかそうマイク使わずになんか自分たちの声でなんかマイク使って全力の声出しちゃうとなんかね、あのうるさくなっちゃうかなって思ったし、自分たちの声でエンジンをしたかったのでマイク使わずにやりましたそうなんです。あのなんか感動した、2日間とも感動して終わった後泣いたんですけど、でもね1日目はねもう MC とかが悔しすぎて、もうできなさすぎて悔しすぎて泣いたんですけど、2日目はあよかったなって思って泣けました。嬉しい涙が出ました。嬉しい涙、うん、やりきった達成感の涙が出ました。うん。ね、これからも MC ちょっと頑張りたいなってずっと思ってるので、ちょっと皆さんあの楽しみに見ててくださると嬉しいです。頑張ります。さあ次のトークテーマ。あやばいやばいやばい。大丈夫か。あそうだ、ちょっとねお話しすることがあるんですよ。今まで日向坂46に加入してから、ここまでで印象に残っているものベスト3を発表したいんですちょっと待ってね、発表します皆さん何だと思いますか。あそうスケッチブックです。あ大丈夫だった、よかった。いきます。加入してからここまで印象に残っていること第3位、皆さん何だと思いますか。ルルルルルじゃん、ブルーラーズの MV 撮影です。イエーイそうブルーベリー&ラズベリーは私たち4期生が初めていただいた鬼滅曲で、すごくやっぱり初めてっていうのもあって、全ての例えばカメラの前で歌ったりとか踊ったりとかすごくあの初めてのことがたくさんで緊張したけど、すごくなんかみんなでなんかそこで初めて一つのなんだろう、もう初めての自分の MV が、自分のっていうかあの私が出演している MV ができるっていうことが信じられないかったので、みんなはしゃいでしまいました。撮影の時すごく楽しかったな、みんなで一緒に。なんか休憩中とか、そうなんかブルーラーズの MV の撮影の時にもうほぼ初めてと言っていいほどあのなんですけど、小西とお話しして、なんか他のみんなはすごくなんだろうお話できる子が多かったんですけど、なんか小西は最初怖くて、私怖くて、そうちょっとねなんだろうなんか高嶺の花感があって怖かったんですよ。だからあの 怖いっていうか話しかけ違うな、なんかオーラがあったんですよね。そうしかもなんか、うん、私は関東で、小西は、地方組だったので、なんかそう接点とかもなくて、そうクールかぶれです、クールかぶれだったので、まだ知らなかったのでそのおちゃらけだっていうことは。そうなだからあの初めてそのブルーラズの MV 初めてぐらいにお話しして、あのねちょっとあのみあと私たちのお披露目動画、まとめラボール回ってるイエーイ踊りますじゃなくて、宮崎でのお披露目動画の撮影なんですけど、なんかその時のなんか帰りのバスで初めて隣に座って話したんですけど、そこではなんか全然なんかあそうなんだねみたいな、あなんか全然ちゃんとした会話ができなくて、 MV の
MV の撮影の時に初めてすごいちゃんとお話ししてきました。よかったなって思います。え、わかった。じゃあさ、4期生のみんなのことを一人ずつお話ししようかな。なんかあること。うん、じゃあ最初はね、そう、なんかあの宮崎の時の思い出もう一個いいですか。宮崎の時の思い出、あのホテルにいる時に、あの石塚たまきとあの宮地と一緒になんかあのお話ししてたんですよ夜。これ知ってる方もいるかな。なんかその時にあの、え、これ言ったっけ前回のショールームで。え、言ってない気がする。え、これ言ってないですよね多分。石塚と言ってました言ってました。あのなんかすごいいろんな、なんか石塚があの、うん、なんか違う、石塚があのカフェラテが好きなんですよ。だからもうなんか、でもカフェラテってカフェラテって言うじゃないですか。でもあの石塚たまきはカフェラッテって言うんですよ。カフェラッテカフェラッテっていうのがすごくなんかあの、え、聞きました？あ、え、レジェの話はしたんですけど、え、カフェラッテ言いました？そう、カフェラッテって言うから、それがすごくツボで、私たちあの宮地と私はすごくずっと今でもいじってますカフェラッテって言ってそう面白い。あとね、たまちゃんはあ、そうだね、一人ずつ、いいよ、一人ずつ言っていきます。4あの4期生の思い出てか、今何分ですか。あ、20分ぐらい。前回あのお話ししてる途中に配信が切れちゃって、あの前なんか配信が切れた後もあのずっと私一人で話してて、なんか皆さんバイバイとかやってたのに切れてました。あの小西大食い問題についてですか。コメントで今あったんですけど、あの小西は、いや大食いじゃないです、多分ですけどね。なんか私と一緒にご飯を食べに行ったりとかするときはなんかいつもなんか私が最後まで食べてるますだからあの昨日キラリは小西大食いって言ってたかなって思うんですけど、ちょっとよくはあのでもあのもっと食べるのが大好きな子がいるんですけど、あの石塚たまきです石塚たまきは食べるのが大好きです。あとみっちゃんもですみんなでねあのご飯食べに行ったりすると、大抵私とか石塚とかがずっと最後まで食べてるんですけどでもなんかそのでもみんな可愛いですでもって何みんな可愛いです。なんかその食べてる、え、あの、いやもう何でもないですごめんなさい、なんかちょっと緊張してるんですよ、ごめんなさい。それでそう、一人ずつ話すね、一人ずつ話します。まず石塚たまきはそのたまちゃんが前回のショールーム配信で言ってたと思うんですけど、以前から実は知り合いでして、でもなんかあの知り合いって言っても直接は知らなかったんですよ。でもなんか同じコミュニティになんか一緒に所属してたみたいな感じで、だからすぐあの加入してからそのたまちゃんも一緒だったのっていうあのことが起きて、ごめんなさいお腹鳴りことが起きて、そう
だからすごいなんかね運命だねって言ってましたずっと。え、運命ですよね。そうそうそう、運命なんです。でごめんなさい、たまちゃんのことばっか喋ってる。で次ほのちゃん、気象の、気象のはあのねすごいね優しい子です。あのねすごいね、あのこの間魚の魚を釣りに行ってて、あの陽子とほのちゃんと、私は行ってないんですけど陽子とほのちゃんがあの魚を釣りに行ってて、なんかすごいすごいなと思います。私も行きたい魚釣り、絶対できない気がするけど釣れない気がするけどやってみたいです。魚釣り一緒に行こう、陽子とほのちゃん。掴んでました。そう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 、ブログ書いてたか。そう行きたいなって思いました。でそれで小西はもうさっき話したからまあいいか。陽子です。陽子はあのすごいね甘えん坊なんですよね。可愛いです、すごい。なんかねまたねなんかってすごい言っちゃってる、へこんじゃう、なんかってすごい言っちゃうから。陽子、陽子かちょっとへこんでる場合じゃない。陽子はねあのその魚釣り行ってたっていうあれもあるんですけど、すごい意外とお茶目、意外とじゃないか、みんな知ってると思うんですけどお茶目で好きです。そうかまちょちょっとねちょっとね。そうそう、次はキラリか。キラリは、キラリはもう癒し担当って感じなんですけど、そうお腹空いて頭回らないです。キラリは癒し担当で、でもねでもねあの興奮した時の早口になるキラリが私は好きなんですよ。まだ皆さんの前でなってないかもしれないんですけど、4期の前では結構あの言ってますね。4期の前ではすごいなんか早口で喋ることあります。そう、次はひらほの、ひらほのか、ひらほのかは、あの最近すごいなんかおもてなし会あたりかな、おもてなし会ぐらいのあたりからすごいなんか私がツボらしくて、笑いのツボが私の発言とか行動らしくて、なんか全然私わかんないんですけど、でも嬉しいからいいです。そう嬉しい。でもなんかなんか何で笑ってるかわかんないから、私自分で、え、今のどこが面白かったのっていつも聞きます。かわいい。そうそうそう、ひらほ、ひらほすごい打ってましたねこの間のショールーム。かわいかった。そうおもてなし会でひらほ打った時にバーンってすごい言ってて、あのびっくりしてました。練習の時からうわーって思って、いいなって思ってました。私も打ちたかった。え、待って、え、ちょっと待ってください。私加入からここまで印象に残っている出来事まだ3位しか言ってませんよね。あ、ちょっと待って。思い出した、危ない、危ない、まだ3位しか言ってない。あ、これじゃあみんなのこと言い終わってからにしよう。で次みっちゃん、みっちゃんですか、ひらおか、え、あ、合ってる合ってる合ってる、みっちゃん、みっちゃんは実は私の一番頼りです。実はというか頼りにしています、いつも。ありがとうございます。なんかいろいろ話とか聞いてもらったりとか、すごいなんかね波長が合います、すごく。なんか話しててなんか安心、お母さんみたいな、あのお母さんみたいな安心感があります、すごい話してて。だからすごい好きです。でそれで昨日あのみっちゃんと一緒に映画を見に行ったんですよ。その映画の紹介もしたくて、していいですか今。昨日あの少女は卒業しないっていう映画を見に行ったんですけど、なんかすごい
ねえ、もうあの浅井亮さん、あの私とみっちゃんは共に読書が好きでして、みっちゃんからあの本を借りたりとか、私は貸してないけどあの借りたりとかしてるんですけど、その浅井亮さんが私もみっちゃんもすごく好きで、浅井亮さんの少女は卒業しないっていう映画を見に行きました昨日。そう、なんかね本当にブログで書きたかったんですけど、ブログは昨日更新だったので、お昼に更新だったので書けなかったんですけど、すごく素晴らしい映画でした。そう、もうね皆さん見た方が多いです、見た方が多い、うち間違えたあの何回が多いですっていうコメント見ながら言ったら、見た方が多いですじゃなくて見た方がいいです皆さん。なんか卒業をお間近に控えた高校3年生のお話なんですけど、すごくなんかやっぱり浅井亮さんだから伏線がもう回収、伏線回収がすごくて感動もしたし衝撃も受けました。待って忘れちゃった、あの私昨日帰りに映画見た帰りにもう衝撃すぎて素晴らしすぎてもう大好きすぎて、あのもう本屋さんで小説買ったんですけどそこに置いてきちゃいました。皆さんちょっとまあいいか、少女は卒業しない持ってきたんですけど、ちょっともう取ってくるの忘れちゃったんですけど買いました本を、それぐらいすごく良かった。前回おすすめしてくれてた本買ったよ、だって嬉しい、嬉しいです、ありがとうございます。これから本も紹介していきたいなって思います。曲もホーロックも大好きなんですけど本も大好きなので、皆さんちょっとあの読書家になるぞ、だって嬉しい。そう、湊かなえさんの本でした、前回紹介したのはかけらっていう本で、それも皆さん読んでみてください。そう置いてきちゃったから、本置いてきちゃったから、まあいいや。それでみっちゃんの話は終わり、次誰だ、ひらおひら藤島かほかな、かほですか、藤島み、あそうだね、かほだ。カホはねもうねそのまんまです、もうなんか女の子って感じで可愛い。藤島家のカホですね、カホリンコーリン、カホリンコーリン女の子って感じですごい大好きです、あのでもカホはすごい寝るのが大好きなイメージがすごく強くて、合宿の時とかからずっとなんかいつでも寝てるなみたいな感じだったんですけど、なんかそれがでもすごい、あの寝顔が可愛いからすごく大好きです。いつかブログに載せますカホの寝顔、いつかね、いつか次藤島宮地かな、リオハルじゃないよリオハルじゃないです、そうでもたまちゃんほどじゃないよ、私たまちゃんすごいからね、宮地か、宮地はもう前回のショールームでお話ししたと思うんですけど、あのね可愛い可愛い可愛いんだけど、あの私はサバサバ宮地も好きです、あるんですよサバサバ宮地の時も、それも可愛くて好きです。でもはい全部好きなんです、もう全員好きなんですけど、あの一言で表すと全員好きなんですけどもうね、なんか合宿の時からずっともうみんなのことが大好きってことは変わらないです、本当に。次誰だ、宮地、藤島宮地だった、そうだね藤島宮地、山下、今何人、たまちゃん、ほのちゃん、小西、リオ、ヨーコ、キラリン、ヒラホ、ヒラオカ、藤島、宮地、あーってた、山下です、山下は、ハルハルはね、本当になんかいつでもなんか連絡してくれます、なんかねショールームとか始まる前と、あの私があの
この間のショールームの前とかすごく連絡してくれて大丈夫だよ頑張れって言ってくれて、なんか優しくて聖母聖母って呼ばれてる時もあるんですけど、なんか優しいし、なんかね周りのことすごく見てます。そういうところが好きな皆さん、あのお日様の皆さんもいると思うんですけど、すごい周りのことをよく見てるのがすごく伝わる、行動からも言動からも伝わるので、すごくなんか頼りになるなります。次、え次、あリナか、リナで最後12、あリナで最後か。リナはね、リナはもうなんかね、でもね最年少だけど一番しっかりしてるので、なんか話す会話、私と話す会話で私より年上なんじゃないかってくらいしっかりしてるので、大人な会話をしています。私とリナは大人な会話をしています。エケちゃんそう、あんなにしっかりした14歳いないなって思うぐらいしっかりしてますね。でもねそれがちょっと心配、みんなにどんどんね話して、なんだろうね、心配なところもあるけど、でもこれからもっとたくさんな、あの絆が深まっていけば大丈夫かなって思うので、うん、しっかりしてる、本当に本当に。そうでした。はい、4期生12人紹介し終わりました。あと何、あ違う違う、これやらなきゃいけないんだ、これこれ忘れてました。本当に本当に忘れっぽいよね、ごめんなさい。ポカ映るようにしてあげる。あ行けました。あリオがずれればいいのか、ポカと配信してることにしよう。ちょっと行きます。あできました、かわいいかわいい、行きます。続いて第2位、加入してからここまで印象に残っている出来事第2位は、あ間違えた間違えた前側にめくっちゃった。いきます、せーの、じゃーん、おもてなし会ですよねおもてなし会なんです。でもさっき話しちゃったから、でもおもてなし会ね印象に残ってるます。でもさっき話しちゃったからもう次いきます。さあ加入してからここまで印象に残ってる出来事第1位、皆さん何だと思いますか、何だと思いますか、皆さん、なんだなんだ、あそうそうそう、 おもてなし会の話ちょっと最後にちょっとやりたい。そのお見送り会があったんですよ、おもてなし会の後にお見送り会があって、すごくなんかわーって皆さんと直接なんだろう近くでお会いできてすごい楽しかったです。もっとたくさんの方々となんか長い間ありがとうございますって言いたかったから、握手会とか早くしたいなと思いました。すごくあのお見送りですごく感じました。みんなね楽しそうだった、4期も。そうだから握手会できたらなって思います。お願いしますでもねコロナの影響でなかなか難しいですけど、いつかできたら皆さん来てくださいね。たくさんありがとうってやります来てくださったら嬉しいです。はい、そしてラスト第1位発表したいと思います。ちょっと今日落ち着けてるね、ありがとうございます。いきます、ラスト第1位、じゃじゃん、先輩方に初めてお会いした時です。イエーイじゃじゃん、そうです、先輩方と初めてお会いした時です。もうねこれをね上回る衝撃、なんだろうね、なんだろう、すごいもう嬉しいことをたくさん経験させていただいてるんですけど、でもやっぱりもう憧れの人たちと初めてお会いできた時、しかも会話できるってすごいんですよ。だからそうなんです、感動しました。うん、そうキラリンと一緒だったの。昨日キラリンがこれ言ってて、ああ私も一緒だっていう風に思ったけど、でも変えられなかったので私もこれにしました。
すごく嬉しかったです。なんかね、言葉でもう ないみんな泣いてたんですけど、言葉で表せられない感動がありました。私リオタムの推しはって誰なんだろうってあるんですけど、私は金村美玖さんが大好きです、ずっと。はい、で思い出しただけでね嬉しい思い出しただけで嬉しい。そうそうそう、ドッキリなかったです。ドッキリいつかかかりたいしかけたいです。そうかかりたいしかけたい。でも絶対なんかすごい可愛くない反応とかしそうだから、やっぱりかけられたくないです。あ、そうなんです、金村さんの写真集はね、あの自分でも買ったんですけど、あの金村さんご自身からいただきました。あの金村さんの写真集のあの私たち日向坂464期生とか先輩方が読んでいる動画、あのなんて言うんだろう、動画があったと思うんですけど、なんか撮ったんですけど、その時からもう初めてその時に見たんですけど、その時からあのすごいニヤニヤしちゃって、あの動画でなんか自分で見た時に、え、なんか顔がニヤニヤしてるって思っちゃったぐらいニヤニヤしてたんですけど、ご本人様からいただきました。そうなんですよ、すごい嬉しかったです。なんか嬉しかったですそう、カメラ私始めたいんですよ。あの私街とか空とか風景とか、あのメンバーもなんですけど撮るの大好きで、なんかずっとね前から一眼レフっていうかカメラを欲しいなって思ってたんですけど、なかなか買えなくて、たくさん頑張って買いたいなって思います思っていますね。カメラ始めたいですよね。いや、弟子入りしたいです、ゆくさんに嬉しいね、弟子入りするしかない押すしかないみたいになっちゃったそうかです。そう、先輩方にお会いした時でした。第1位はそうでした。やっぱりね、その憧れの人に会えたっていうのが一番嬉しかったです。でもこれからたくさんどんどん思い出増えていくと思うので、これが更新されていけるように精一杯頑張りたいと思います。うまく締めれた、ありがとうございました。そして今何分ぐらい経った、もう40分経ってる、危ない、これあの話ぶつ切りで終わるとこだった。またちょっとゆっくり深呼吸します。あとね、話したいことはね、そう、先日乃木坂さんのバースデーライブを見に行かせていただいて、あの乃木坂5期生さんのライブを見させていただいた、見させていただいたんですけど、なんかこの間2個前のブログかな、1個前のブログにも、あ、違うね、書いてなかったです、書きました。そう、書かせていただいたんですけど、すごくもうね、もう憧れとしか言いようがないんですけど、私たちと半年ぐらいデビューが違うんですけど、そう、凪ちゃん同い年なんです。そうなんですけど、私たち半年で、え、これこんな素晴らしいパフォーマンスできるのかなって思うぐらい、ちょっともうなんかすごい尊敬の念でしかないんですけど、すごくなんかあの心になんか残るようなあのパフォーマンスだったので、私たち4期生も、もう5期生さんを追いかけていけるように頑張りたいなって思いました、あのライブを見て。うん、あ、そして先日桜坂3期さんの、おもてなし会も見に行かせていただいて、すごくなんか
ちょっとだけしかずれてないかなって思うんですけど、私たちと桜坂三期さん。でもすごいなんかパフォーマンス、ダンスのレベルがすごく高くて、皆さんあの桜坂三期さんのおもてなし会見た方いらっしゃいますかね。すごくすごくすごかったんです。ダンスとか歌も表情もパフォーマンスがすごくて、いや私たちもう頑張らないとなってすごく焦りました。焦りましたというか、うん、そうそうそう。でもすごく楽しくて、私たちも見てくださってる方がすごいパフォーマンスすごいとか楽しいとか思っていただけるようなライブをもっともっともっと練習して頑張りたいなって思いました。え、すごかったですよね皆さん。すごかった。私たちも頑張ります、頑張ります。でもよ、さく、あ、違う、皆さん、日向坂4期みんなで見に行ったんですけど、なんかそれでその桜坂3期さんのもてなし会見た後にもうすごいねってみんなでなって、私たちも頑張ろうって思ったので、力を合わせて頑張ります。ほぼねもう、どうなんだろう、もうちょっとしか違わないからほぼ同期みたいな感じなのかなっていう風に勝手に思ってるんですけど、うん、すごくあの3グループで切磋琢磨して頑張っていきたいなって思いました。はい。言ってよかったのかなこれ、わかんないけど言っちゃった。ポカちゃん、あとはあ、そうなんですね、もう一回ナナピョンの話していいですか。ナナピョンは、ナナピョンの話したいんですけど、この間のナナピョンのブログで、あのはるはるとあのディズニーランドに行ったことをあの書いてあって、なんか聞いてください皆さんね、聞いてください。あの私、あの実は私もナナピョンと2人でディズニーランド行ってたんですよ。だけどでもなんか出してくれなくて、なんでかっていうと、あのなんか普段から写真を撮らないのかなって思う、なんかな、撮らないんですけど、なんかディズニーでも案の定撮らなくて、そうちょっと悲しい、なんかね写真がなかったからあげれなかったっていうのもあると思うんですけど、ちょっと悲しかったです。そう、撮らなかった、怒ってますよ。だってあげてくれ、だってはるはると言っただけの写真はあげたのに、リオのはあげてくれなかった。まあいいんですけどね、写真がなかったからしょうがない。そう、あと話したかったことは、あ、そうそうそう、最近皆さん最近あったかくないですか。気温がね、気温が最近あったかいですよね。あの私春大好きで、でも花粉症だからあの好きじゃないんですけど、春は好きです。あの花粉症で私すごいくしゃみ出ちゃうのとですけど、春のなんかポカポカあったかいで、なんか嬉しくなります春は。え、皆さん花粉症、え、花粉症すごいですよね。ちょっともう最近すごくきついので、でもお薬飲むと眠くなるから飲まないんですけど、私はそうそう。あ、時間大丈夫だ、あと10分、あと10分、ありがとうございます、コメントしてください。あ、そうだそうだそうだ、はい、そうなんです、春といえばです。あ、皆さん春といえば、あの4月1日2日に日向坂46 の、 あの4周年の日向祭が開催されます。皆さん知ってると思うんですけど、開催されるんですけど、その日向祭の私の意気込みを最後に発表しなければいけなかったのを忘れていました。発表したいと思います。いきます。じゃ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 ん。じゃん。
え、なんて書いたっけ、テンション上げてやりきるですあのね、あのテン、あのいつもライブの前は緊張が勝ってしまって、最後ら辺でテンションが上がりきるんですよ私は。だけど一番最初からもうボルテージを上げて、テンションを上げて、みんなでやりきりたいなっていうふうに思います。あの今年のひな誕祭は横浜スタジアムで、なんかすごいスタッフさんに走り回るよってあの言われたので体力をつけて頑張りたいです走り回るんだって頑張ります。とても楽しみです。なんかあの4期生今すごく頑張ってるんですけど、なんかこれちょっともまだ練習期間があるの、リハ期間があるので頑張りたいです。皆さん、あ、そう、私おもてなし会の最後のスピーチで、なんかあの成長したい的なことを言ったんですけど、そのおもてなし会から2ヶ月じゃないか1ヶ月ぐらいで、ちょっとでも成長した姿を皆さんにお見せできたらいいなっていうふうに思うので、皆さん見ていってくださると嬉しいです。楽しみにしててください皆さん。あと9枚目シングルの発売が決定されたんですけど、それの9枚目シングル Meet and Greet、 またイエーイミラーボール、Meet and Greet があのあるんですけど、それが今からすごく楽しみで、すごくね、あの皆さんにお会いできるのが楽しみで仕方ないのであのたくさんねお手紙くださる方とか、あのもう毎日同じ手紙を何回も読むぐらいすごく嬉しいです。ありがとうございます。あと何分、やばい52分、大丈夫。はい、そう、嬉しいので皆さん送ってください。もう送ってくださる方嬉しいです。ありがとうございます。え、今日何話したか全く覚えてないです、ごめんなさい。焦らないです、深呼吸します、ありがとう。今日はね落ち着いてやろうっていう風に言ってたんですけど、前回より落ち着いてましたか私、大丈夫かな。前回よりは大丈夫だったかもしれないですもうずっとね喋っちゃうから、もう少し今年は大人になりたいです。高校も卒業したので大人になります。そして明日の配信のメンバーをご紹介したいと思います。ここでいきます。明日の配信はドゥルルルルルルじゃん、明日の配信は正源寺陽子です。イエーイ、正源寺陽子です。明日3月12日20時半からです。30分からね、私は9時からだったんですけど20時30分からなので、正源寺陽子見てみてください。はいあ、そうだ、あのハッシュタグです。ハッシュタグをね考えたっていうか考えたので発表します。皆さんこれを使ってつぶやいてください。いきます、せーの、はい、ショゲルームです。なんか安直なんですけど、なんか正源寺といったらショゲっていう感じなのでショゲルームにしました。かわいいでしょ、覚えやすいよね、ショゲルームです。はい、皆さんショゲルーム見てみてください。元気っ子ベイビー元気っ子ベイビーにしたらよかったかな。もうね毎日ショールーム配信みんなのねなんか楽しみでね、あのリアタイするぐらい好きなので、明日も絶対リアタイしたいですよく頑張ってね明日、意外とというかすごく早いです、1時間。すごく早いです。もうあと5分だって、あと5分、何話します。コメント読みます、コメント読もうね、4期生の仕切り頑張りたいですできるかな
ね、え、嬉しい、今日が一番楽しみだったって。いや、でもみんなのやつも見てね、ありがとう。そう、校長先生、あのブログ読んでくださった方わかるかもしれないんですけど、その私の学校の校長先生がすごく素晴らしいことを言っておっしゃっていて、あのブログ皆さん読んでくださると嬉しいです。すごく響きました、言葉が。はい、あとなんか、え、嬉しい、いい卒業式でしたウインクしてたって。前回のやつでウインクちょっとうまくできたか不安だったので、ちょっともう一回やりたいと思います。いきます。できてますか？はい、やりました。あ、BL、 そうですね、 BLT グラデュエーションに高校卒業2023、あ、2023高校卒業、はい、あの私と上村ひなのさんが掲載あのしてさせていただいているので、あの皆さんぜひ予約してくださると嬉しいです。あのもう高校生ラストの制服姿だったので悲しい、女子高生が終わっちゃうよ、悲しい。まあでもこれからはちょっと夢に向かって歩みたいと思います。頑張ります。あ、今日はちょっとなんかちゃんと終われそうです皆さんありがとう、なんか時間大丈夫ってすごく教えてくださってあ、じゃあ最後に私の好きなバンド、え、でももうホロックの話はしすぎてるから好きなバンドだけ言いたいと思います。あ、いいや、え、あの最近というかお母さんがあのすごくずっとミスターチルドレンさんが大好きで、私もすごくミスターチルドレンさんが大好きですっていうことだけ最後にお伝えして終わりたいと思いますなんだこのお知らせ。そうなんです、あ、最後にミラーボールが回ってくれた、ありがとう。ポカ戻ってますあと何分、あと3分、ゆっくり終われそうだ、ありがとう。え、ミスチルいいですよね、なんかもう名曲ばっかりなので皆さん好きかなって思うんですけど、私も好きです。最後にそれ、確かに最後にそれでした、ちょっと失敗しちゃいました。うん、またブログでおすすめの曲教えて、だって嬉しい。え、皆さんそれ大丈夫、楽しみにしてくださってる方とかいますか？なんか私の自己満足で言ってるのかなって思っちゃってる時もあるんですけど、嬉しい、なんかその聞いてくださってる方いたら嬉しいなって思います。あ、嬉しい、ありがとうスマイルですスクショタイムですよ、ありがとう。あと2分で終わります。あ、おばよんなじゃないよ、ありがとうございました。じゃあ待って、もう一回スクショタイム最後にやります。どうしよう、スクショタイムです。はい、ありがとうございました。よし、今日は余裕で終われそうです。皆さん見に来てくださってありがとうございました。次、明日のようこのショールーム配信も見てくださったら嬉しいです。本日はありがとうございました。楽しかったです。また見に来てください。ありがとうございました。バイバイ。あ、もうあと1分。バイバイ。ありがとう。楽しかったです。バイバイ。うん、ありがとう。あ、うんとか言ってコメント読んで。ありがとうございました。これずっと手振、いつ切れるか分かんないからずっと手振っとこう。バイバイ。ありがとう。ゆっくり休みます。ありがとうございました。ありがとう。これいつ切れるかわかんないまたぶつ切られちゃうかもしれないからずっと手振っときます。楽しかった、ありがとう。あ、え、自分で切れるのこれあ、そうなんだ、自分で切れるのか、あ、じゃあ待って、自分で切れるんだ。